とことんやりこむ。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、召喚メダルのランキングやりたいと思います。皆さん、召喚メダル、何をつけてますか？はい、今日はですね、5位から1位まで、結構検証した結果、これがいいんじゃないかというのをつけてみました。では第5位からいってみましょう。では第5位はゴリマッチョ軍曹ですね。スパルタ教師じゃダメなのかっていう話なんですけども、ゴリマッチョの方が、まあ、夜の学校で出てくる分レベルが高いんですよ。なので、ゴリマッチョの方をおすすめします。で、さらに、ゴリマッチョは、スキルでね、鉄壁を覚えるんですよ。鉄壁。この鉄壁の、能力としましては、ダメージの何パーセントかをカットする、なんですね。レベルが上がるごとに、能力が上がってきまして、最大でね、十何パーセントか、ダメージカットします。うん。即死攻撃をね、十数パーセントカットするって結構でかいですよ。うん。まあ、その能力もついてますし、攻撃力自体も他の召喚メダルよりも高めなので、おすすめですね。はい。第5位は、ゴリマッチョ軍曹です。第4位は、ドルルですね。ドルルですけども、他の特命隊4人よりも使えます。なぜ使えるかっていうと、ハンマーのね、範囲攻撃をするんですよ。で、その範囲攻撃がスタンを取ることができます。まあ、ボスにはね、効かないんですけども、雑魚敵ではですね、周りをスタンさせてしまいますし、範囲も広いので、かなり使える必殺技となっております。第4位、ドルルです。では、第3位。第3位は、ツチノコです。で、これ、ツチノコだけではなくって、ヒモジーもね、入れておいてください。ヒモジー、ツチノコが3位ですね。攻撃ではないんですよ。ヒールです。ヒーラー。妖怪学園において、ヒールって結構珍しいものですよね。基本回復するのって食べ物を食べるぐらいだと思うんですけども、まあ召喚メダルで回復をしてくれるっていうのでそこそこ使えます。うん、これがあったからこそピンチを免れるっていうこともありえますので、まあどうしてもね回復が欲しい時とかは仲間に一つ入れておくといいかもしれません。で、そして、このツチノコとヒモジーはスキルで星座を覚えるんですよ。星座はメンタルを上げてくれます。で、高レベルになると200ぐらいメンタルが上がるので、これなかなかステータスの強化にもつながりますので、おすすめです。はい。第3位は、ツチノコ、そしてヒモジーですね。第2位。第2位は、シンドーベルですね。まあ、元ラスボスの召喚メダルってことで、まあ、これは弱いはずはないですよね。うん。まあ、効果範囲がとにかく広い。画面全体を攻撃しますので、まあ、雑魚戦ではかなり役に立ちますし、まあ、ボス戦でもね、そこそこダメージを与えることができます。うん。で、レベルの高い極の雑魚敵でも、まあ、大体一撃でいける。大体一撃。うん。いけないやつもたまに出るんだけども、まあ、それぐらいの攻撃力があります。うん。まあ、全体を攻撃できて、そこそこのダメージっていうことで、2位かなというふうに思いますね。第2位は、シン・ドーベルです。それでは、第1位。第1位は、ナイトメア・レディですね。これダメージとしては、ナイトメアレディがダントツです。ダントツのナンバーワン。だけども、範囲がちょっと限られるんですよね。
なのでしっかりとね確実にダメージを与えたいのであればシンドーベルが間違いないですね。ただダメージとしてはそうね全部当たればシンドーベルの数倍のダメージを与えることができるよね。うん、まあ敵の大きさにもよりますよ。うん、すっげえでかいやつにはめちゃくちゃ当たるし、ちっちゃいやつには全然当たらないので、まあそれも踏まえて、まあ1位2位のレディーもしくはドーベルどっちを使うかを決めていくといいかもしれませんね。はい、ということで今日はですね召喚メダルのランキングをやってみました。ランキングはやったものの、実際ですよ、実際1位2位のシンドーベルかナイトメアレディ、この2択でいいと思います。うん、この2択でほぼほぼいいです。でもしもこのメダルを持ってないとか、ちょっとこのメダルレベル低いなって思うのであれば、もうね召喚メダルはスキルで選んでいいと思います。スキルレベルが低い頃はそんなにね恩恵を感じないんですけども、レベルがね500半ばぐらいになってきますとスキルがねかなりいい感じで機能してくるんですよ。特におすすめなのが月光、そして水星ですね。月光がスピリットをプラスします。で水星がパワーを上げます。うん、これがね高レベルになるとプラス200ぐらいになるんですよ。プラス200、このね200プラスする装備って他にないので、まあ単純に必殺技の威力の底上げにかなり使えますので、まあこのスキルですね、スピリットを上げる月光、そしてパワーを上げる水星、この2つをねつけるっていうのも俺は全然ありだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね召喚メダルランキングでした。ではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。